孫京です。ママモデルをしています。よろしくお願いします。リビングとつながるように、庭を作ってるんですけど、周りの目を気にしないでいろいろあのバーベキューとかプールとか夏できるようにこう外壁で覆っていて、プライベート空間になるようにしています。プールでちょっとのびのび遊ばせたかったりとか、やっぱりあのコロナ禍になってからあの家作りを始めたので、お家で過ごす時間がすごい増えた中で、あの今までとはちょっと違う感じで過ごせるような家にしたかったので、あの家の中にいても外遊びもできるっていう感じにしたかったので、お庭をすごい重視しました。インスタで私よくあの洋服を撮ったりする機会が多いんですけど、ちょっとまあちょっとしたフォトスポットじゃないんですけど、ここで撮るとあの景色とかも映らなくてシンプルな写真とかになるので、こういう感じで撮っあのここからこういう感じで撮ってもらってます。これあの蓋っぽくなってるんですけど、これを開けると中がこう薪が置けるようなくぼみのとこになってて、ここで焚き火をしたりとかできるので、冬はここでこうちょっとあの今すごいキャンプも流行ってるので、お家にいながらキャンプ風が楽しめるっていう感じで焚き火テーブルを見つけて一目惚れして買いました。生活感を消したかったので、キッチンの背面の収納、ここに結構開けるとすごいごちゃごちゃしてるものがいっぱい入ってるのと、あとは食器とかあの食品のストック系とかはカップボードに全部しまってます。キッチンのこだわりは、まあ、この色とかがやっぱり一番お気に入りで、キッチン本体とカップボード全部この色で合わせたんですけど、キッチンハウスさんのあのベトングレーっていうカラーがすごく一目惚れして、どうしてもそれがよくってこれにしました。キッチンのこの色に合わせて家具の家電とかもブラックとかグレーとかステンレス系に買い揃えたのもお気に入りポイントです。セミオーダーみたいな感じになっているんですけど、カラーとあとこのサイズとか、あとはこの、IH とか食洗機とかは全部オプションで好きなものにあの変えられるので、全部自分で好きなものを選びました。収納は本当にあの中の見えない部分はちょっとごちゃごちゃすぎて、全然こんな中は綺麗じゃないんですけど、もうお皿とかはこう全部中に入れちゃったりとか、引き出しの中にも全部食器はごちゃごちゃっと詰めてしまってます。本当に私自体がもともとすごいズボラな性格で、本当はこんな綺麗な状態には保てないタイプなので、あえて全て隠せるようにしたのと、色を合わせるとやっぱり統一感で出ると思うので、冷蔵庫もこういう色で、ゴミ箱もなんか見せてておしゃれなものにしました。家電にすごい頼って家事を楽しちゃおうっていう風に思っていて、あの掃除機ロボットとか、あとは、さっき言った食洗機もそうなんですけど、食洗機とか、あとは乾燥機も別で付け足して、乾燥機のメリットはこう乾く時間がすごい短く済むので、洗濯2回目がすごい回しやすかったりとかですかね。あの主婦にとって家事で削られてる時間ってすごい長いので、そこをこうあの現代の技術に頼って楽してます。家作りの中で言うと、洗面所は結構こだわったポイントになってるかなと思います。広さを結構大事にしたんですけど、洗面所自体は3畳で、洗面台を幅170センチで2ボールで、こう大人が 2,3 人立っても広々使えるようになってます。あの子供が、上の長男がもう大きくなってきたっていうのもあるんですけど、結構朝こう混み合ってバタバタしちゃうのがすごい前の家ではストレスだったので、私が立って隣に子供が立ってこうやって準備したりとか、まあ、主人が立っててもあの余裕がある広さにしました。
鏡の中も全部収納になっていて、こうあのここにあの出しちゃうとやっぱりごちゃごちゃ見えちゃうので、中は収納になってます。ここにはもう私が化粧品集めとかスキンケアいろいろ試すのがすごい好きなので、かなりの数を集めてはいるんですけど、それが全部入るように全部入れました。寝室はそんなに広さはないんですけど、壁をちょっと一面だけグレーにしてみたりとか、あとお気に入りは、照明をベッドサイドに2つつけて、なかなかこうやっぱ賃貸とかではこう 壁付けの照明とかが多分難しいと思うので、あの注文住宅ならではかなと思ってつけました。はい、これでルームツアーは終わります。ありがとうございます。